はい、皆さんこんにちは。今日は僕の嫁の家の前で昨日起きた事件のお話をさせていただきたいと思います。こちら動画の内容には過激な表現や、結婚などの映像が含まれていますので、苦手な方は見ないでください。昨日ですね、嫁の家の前で若い子供が刺されてしまいました。翌日、周りの家の方に聞いてみたところ、刺した方も刺された方もまだ14歳以下の、子供みたいで、しかもね、その方たち、実の兄弟同士だったんですよね。刺した人も刺された人も。喧嘩になった原因は、ダスキちゃんの家の目の前にある、ペソファイ。ほんとね、数ペソ払うと、インターネットが使えて、ゲームができたりとかで、パソコンみたいなものが使える、パソコンが使えるような、場所でございます。そのゲームのできる場所で、その少年たちが、些細なことでトラブルになったのが原因で、この事故が起きました。事故というか事件ですね。この原因はですね、その子供たち、兄弟ですね。兄弟がゲームをしていて、その兄弟の一人がもう一人の兄弟のゲームを邪魔したみたいなんですよね。で、そして邪魔をされた子供が、お前のせいで俺がゲームに負けてしまったと言ったところから始まったみたいです。お前のせいで負けてしまったと言われた子供がですね、そのことに逆上して、そのインターネットが使える場所でですね、ペソファイでです。ペソファイのそのインターネットカフェみたいなところですね。で、喧嘩を始めて、そこからですね、その喧嘩するな、外出て行けみたいな感じになってですね、路上に出て、そこからしばらくね、その方たちずっと口喧嘩してました。その口喧嘩してた時とかね、もうすっごい怒鳴り合ってるのとか、なんて言うんでしょう。本当ね、この家の2メートルぐらい横なんですよ。本当にそのなんか柵を、塀を挟んだ横でやってるんで、もう全部もう丸聞こえなんですよね、もう僕たち。その話はいいんですけど、普通だったらね、こんなゲームぐらい1回2回負けたぐらいでですよね、こんな切れないでしょって思うんですけどね、フィリピンの方は沸点が低い人が多いのかもしれません。その子供たちも大声でね、ずっとね、ナイフ持ってくるぞみたいな話をね、最後の方はずっとしてて、で、その後3分後ぐらいですかね、レッドホースのね、1リットルのビールの、ビール瓶ですよね、あれでですね、その、刺された方がですね、その刺した方を殴ったんですよね、最初。そしたらですね、その殴られた方がですね、逆上して、そのビール瓶で叩いてきた方をですね、刺してしまったっていうことが起きました。その後、何人もの人のね、悲鳴が聞こえてきて、刺された男の子の彼女みたいな方もですね、来てから、これは誰がやったのみたいな感じで、Who did this? みたいな感じですごい、叫んでたんですよね。ほんと家の前でも全部丸聞こえだったんですけど。僕もまさかね、子供ですよね。13歳、14歳ぐらいですよね。僕からしたら子供に見えますよね。もう中学生の1年生とか2年生ぐらいですか？日本で言う。僕もまさか子供同士がね、差し合いをするなどとはね、全く思ってもなくてですね、この人たちいつもね、ダスキちゃんの家の前とかでですね、喧嘩したりですね、大体いつもね、殴り合いで終わるんでね、今回も殴り合いでね、終わるでしょうと思ってね、僕も本当にその、ダスキちゃんの家の玄関の前の外でね、タバコを吸ってました。そしたらね、どんどん喧嘩激しくなってきてですね、もう家の、ダスキちゃんの家の親戚の人とかに、早く入れ、早く入れ、みたいな、何持ってるかわからないから、あの人たち早く入れ、みたいな感じになってですね、家入った後にその差し合いが起こったというかね、そういう感じですね。そして次の日の朝、ちょうどですね、市場に買い物に行くときにですね、昨日刺された人の結婚がね、ちょうどね、ダスキちゃんの家の前ぐらいですよね、そこら中にあったんですよね。その刺された子供が逃げた後、足の形をしたですね、結婚、がですね、500メートルほどね、ついてました。そのダスキちゃんの家の前ぐらいから、その大通りの方に行くまで、ペタペタ、多分、最初歩いて行ってたんでしょうね。本当にね、足の形がくっきり見えるぐらい、もう血液が。これわかりますかね？ずーっとここ、昨日の喧嘩の、多分刺された人が走って逃げたんだと思いますけど、足跡がめちゃくちゃついてるんですよね。血で。これもそう。これもそうです。これもそう。これも足跡ですね。これも血の足跡。やばっ。で、ボタボタ血も垂れてるし、なんて言うんでしょう。本当に、はっきりね、目視で確認できるぐらいの足跡がついてました。最後の200メートルぐらいはですね、足跡は片方の足しか見えず、おそらくね、誰かに肩を支えてもらいながらね、片足で大通りの方まで行ったような感じに、見えました。けど本当にね、生々しかったです。僕はね、別にそれ見るつもりなかったんですけど、その足跡がね、あからさますぎてですね、あとはっきりしすぎててですね、やっぱり目に入ってきてしまいますよね、その市場に行くときなんで。市場に行くにはその道取らないといけないんで、目に入ってきちゃいます。僕は少しずつこう、気分が悪くなってしまいまして、市場に行ったもののですね、肉を買うことはできなくなっ
ってしまったんですよね。なんか気分が悪くなっちゃって。てかね、まあ完全に食欲をなくしてしまいました。そしたらですね、ダスキちゃんにですね、まあちょっと血を見たぐらいで大げさになって、私の子供の頃は、夜この辺、まあ家の周りとかでですね、まあ銃声が響き渡ったりとかですね、まあ銃撃戦みたいなやつもね、起きてたとね、言われてですね、もっと自分強く持てや、みたいな感じで言われて、なんかまるでこう戦場から帰ってきた軍人の人から言われるようなコメントをいただきました。まあそういうのもありましてですね、まあ改めて自分がいかに、まあ平和で幸せな場所から来たか再確認できた日でもありました。あとね、改めて知らない人と揉め事を起こすなと、よくね、言われました。ダスキちゃんの親戚から昨日も。もちろんですね、自分が間違ってる場合じゃなくてですね、相手が間違っていた場合でもですね、まあ、例えば絡まれたりとかですね、まあ言いがかりつけてきてね、あるんですよ。そういう酔っ払いのなんか喧嘩っ早い人とか。まあそういうケースに出くわした場合でもですね、まあ穏便に済ませるようにとね、ダスキちゃんの親戚からもまた再度アドバイスされました。あとですね、まあ昨日の事件もですね、容疑者、昨日の事件もですね、まあ、刺した人が子供だったということでですね、警察も来ずに刺した子供もですね、まあ、普通にそのあたりでですね、野放しでですね、まあ、ダスキちゃんのね、家の前のインターネットの使える場所でですね、またゲームをしてたりですね、そこら辺の路上でですね、仲間と路上でたむろしてですね、お酒を飲んでいます。あとそのままダスキちゃんの友達とかね、親戚とかにも言われたんですけど、子供が一人人刺したぐらいじゃ、警察も来ないとかね、普通にまあ言ってたんで、まあ結構なんか、結構すごいなと。思いますね。そういう、まあ、そういう場所みたいですね。まあ、あとですね、人を刺したり、ビール瓶で殴ったり、普通にできる子供がその辺に、まあ、結構いるっていうのも、結構びっくりしたところでもあります。しかも、このような事件を起こす子供たちはですね、大体親から同じような感じでですね、まあ、虐待を受けていたりですね、人が多いみたいです。まあ、やっぱりですね、まあ、子供は親の背中を見て育つということなんでしょうか。ね、ダスキちゃんにも子供やって舐めて喧嘩かったら後ろからがっつりやられるでって市場に行きながらですね、言われてたんですけど、まあ本当に子供や切って舐めちゃったらいかんなと思いました。まあこんなこともあるだろうとね、まあ想像はしていたのもありですね。まあ僕も拳銃がね、ちょうど来まして、まあそういうこともまあ改めて考えて、まあ、また自分の身はですね、自分で守らないといけないなと再確認できた一日でもあります。平和ボケしてる暇はないぞと心の底から誓いました。まあ、あとですね、ここにはキリスト教徒が多くてですね、街の至るところでですね、十字架やママメリーの銅像は結構見かけるんですよね。まあけど、今日はですね、そのまあ僕が市場行くときにね、その教会みたいなの通るんですけど、小さい。そこの前にね、しっかりその子供のね、足跡というかね、まあ足型の血痕がしっかり残っておりましてね、しかもその血痕がしっかり残った路上の上で、別の子供たちがね、追いかけっこをしていたり、普通に遊んでいます。しかもまあ子供、そこに遊んでる子供たちもですね、昨日の夜ここで何が起きたかっていうのはちゃんと知っています。まあそれでもですね、みんなそんな音は気にせずに、普通に、遊んでいます。結構こういうのもすごいなと思って、やっぱりそのあんま気にしないんですよね。人が一人刺されたぐらいだったら普通にみんな生活に戻ってますもんね。普通の多分日本だったら警察とか来て多分現場検証というかね、そういうのあるかもしれないんですけど、まあこっちは別にそういうのもなく、普通に刺した人も刺された人も何もなく普通の日に戻ってるっていう感じですね。まあいくら神様に祈ってもですね、助けてもらえないこともたくさんあるのだと、まあ実感しました。このようなことも含めて、まあ、改めてですね、フィリピン人のたくましさ、タフさにはびっくりしました。いい勉強をさせていただきました。あの刺された子がどうなったのかはわかりませんが、まあ、合唱です。本当に。命は大切にしてください。それではまた、次の動画で。